吉野さん、やっぱ常識の範囲で物考えてるとよくて常識の範囲内、悪くて常識も結構ねこなせないってことになっちゃうと思うんですよ。いやあのなんかねやっぱりこう車って一人一台時代がやってきたなっていうところがあったと思いますけども今ね一人四台とか私の場合は持っていて当然全部保険それぞれ入ってますしね車検もそれぞれあるし税金もそれぞれあるしうん。 固定費って4倍なわけですよね単純に、まあ、しかも軽自動車1台にあの排気量の大きい車が3台なんで普通車がないわけなんですよね、うん、でこれはやっぱり私が自分で選んだ暮らしでそれが可能になったかなと思いますけどもいわゆる普通に働いていたらこれはなかったでしょうねでしかもこれで生活が救急してるかっつったら別にそうじゃなくて家のローンもないですしね追われてますしねもう一発で。で毎月 両親に小遣いもやれてるし、でなおかつまあ大した贅沢はねそれ以外はしてないですけども、まあ、そこそこやれてるかなってところなんですよね。でこれを実現するのに1年2年ちょっと頑張ってこもってやるぐらいなものでいいんだったら十分お釣りが来るなと思いましたね。でやっぱこう間に合ったってところが大きいですね。やっぱり吉田さんも言われてるようにあの 金持ちになるのが明日じゃもう遅い明日っていうことはねちょっと比喩的に言ってますけどもそのうち金持ちになるんじゃもう遅いんですよ今日やっとかないとって私はだから40過ぎてからこうなりましたけどもそれでもこれがね20代でこうだっっったらなってやっぱ思いますね、うんまあ、もちろんテクノロジーもないしその時そこまでの動機に駆られてないんで、まあ、そうはならなかったと思いますけども、うん、やっぱこう。 今こうしてね、40から始めて今50になって10年間通じてみると、うん、なんかその駆け抜けた10年間とかっていうね表現すればかっこいいかもしれないけども別に大したことしてないですからね。<laughs> 本当にな何これはみたいなねそれこそこんなことでよかったのみたいなね、うん、そんな感じですよね言ってらっいったし。